どうも、えー、天使向井です。えー、ということでございまして、えー、本日、えー、なんとですね、えー、イベントが終わりました。2021春温泉祭りアップデートですか。はい、えー、春アップデートだったかもしれませんけど、えー、こちらのイベントが終了いたしまして、 はい、私も MC として参加させていただいたんですね。まあ、ためになるラジオにも出てますので、まあ、そちらの流れもございましてね、やらせていただいたんですけども、えー、何ですか ?1 時半、13時半に開演、えー、終わったのは20時。えー、時間で言うと6時間半。 いや、みんなお疲れ様でした、本当に。まあ、見た方はね、えー、おられるでしょうし、配信でも見た方もたくさんおられると思うんですけれど。いやね。 あのー、朝も早く入って、まあ打ち合わせとかいろいろやりながらで結構ね、本当にあの、えー、スタッフさんとかも多分大変だったと思います本当にパツンパツンでやっていた中で、こんだけのクオリティが出せるっていうのは本当にまあスタッフさん、そしてまあ役者さんね、えー、もう皆さんが素晴らしい、えー、ということなんですよね。もう本当にね、なんかあのー、すごいね、今多幸感があるんですよ。なんか幸せというか、うん。 えー、やっぱね、お客さんがあんだけいて、あんだけ反応して、えー、くださるっていうことのありがたさというか、はい、えー、もう本当にこんな人間が感じていいのかと思いながら、本当に、えー、一番ね、もう、末席で。 見させていただいたって感じなんですけれども。うーん、でも本当にね、僕はあの、見てて思ったのは、やっぱそのお客さんも、えー、声を出せない、えー、っていうような状態、そしてまあ、50以下というような集客の中でもですね、やっぱり楽しむことって、やっぱりあの、声に出さなくても、やっぱ空気で伝わるもんだというか、本当に1500人なのか な、なんだ、50%のお客さんが、はい、あのー、もう、この温泉祭りを楽しむんだ。そして役者さんたちも、もうみんな楽しんでもらうんだっていう気持ちが、えー、ぶつかった結果が、この、素晴らしい時間だったんじゃないかなと思います。はい、うん、いや、良かったな。うん。 いやー、本当にね、これまだアーカイブもあるはずなんで、ぜひ、あの、アーカイブまだ見てない方は、見ていただいて、こちらの感想とか、聞いていただきたいんですけども、うん、僕はね、あの、すごく、やっぱあの、相澤さやさんっていう方が、すごくバラエティに向いてるなってずっと思ってたんですけど、やっぱりですね、うん、あ川選手権の時の、あのー、なた一本で入ってきた時、やっぱ、笑っちゃいましたね。やっぱ、うん、これぞっていう、やっぱりあの、バラエティとしてっていうのもありますけど、やっぱりずーっとキャラクターを守りながら、 最後の最後だけ少し守らないなんていうのも、ちょ、徐々にね、守っていかない感じがね、やっぱ、相沢さん面白くて、突っ込みどころあった感じはしましたね。でも本当に、あの、鷲崎さんだからこそできるというか、MC がね、僕はその時審査員で、MC じゃなかったんでえ、僕は、あの、正直もうあ、やっぱ僕は本当に、 えー、MC じゃなくてよかっただと思ったというか。まあまあさすがですね。まあ、わしざきさんじゃないとできない、えー、素晴らしい、えー、立ち回りと、まあまあ役者さんたちも素晴らしい瞬間たくさんあったなと思いますね。うん。で、本当に、やっぱり、いろんな部分が、あのー、多分 MVP どこなんだってなると難しいと思うんですけど、うん。やっぱあの、僕もお名前出させていただいたんですけど、やっぱ僕はあの、やっぱ南、野むこがみなさん大好きなんで、やっぱ今回も面白かったなと、はい。 やっぱり母親になって少し表情が変わって てるあたりもなんかすごく野村さんの、えー、人となりが出て,て僕はすごく良かったなと思います。本当に。はい。やっぱあの、だから逆に言うと、えー、人妻だからこそ押せるというかね、その恋愛じゃなく本当に野村さんを頑張ってほしいっていう気持ちで押せるシーン。野村さん面白いしね。うん。なんか良かったなと思います。うん。まあそういう意味じゃ今回はプロデュースする側、される側っていう関係性で、あざ選手権をやったんですけど、やっぱり磯部かりんさんの、はい、あのー、 これもね、弁護士がね、すごかったんですよ。ファイルーズさんのプロデュースですね。ファイルーズアイさんも、まあ全身どっちかというと、まああの、ボンテージ的な、まあその、僕はちょっと服のことはあんまわかんないけど、その格好されてて、そしてメガネでもキビキビとやる。そしてメガネを外したら、えー、全然おどおどするっていうキャラクターをやってて、この二人見て、俺ずっと見てて、 あ俺がやってない逆転裁判のキャラクターのコスプレやってんのかなってずっと思ってたんですよ。っていうぐらいもうキャラクターがしっかりあって、うん。やっぱその対策のキャラクターとしても存在しても違和感がないぐらいしっかりキャラ付けをつくね、されてたと言いますか。すげえ素敵だなと思いましたね。うん。 まあなんかやっぱさすがだなと思いました。で、まあ、ノムコガミナミさんさっきも言いましたけど、やっぱね、ノムコガミナやっぱまあだいぶパンキッシュの3人が集まってるっていうので、やっぱ小川さんもミナさんも、やっぱ相変わらず素晴らしかったなと思いますし。うん。で、まあ、あとは、 えー、コーラルマイク。鈴代さんと、えー、田さんですか。えー、面白かったですね。やっぱ鈴代さんがあの、ポンコツって言われてるのをなんか嫌がってないけど、その笑顔で、ああだこうだ受け答えしてるところって誰も傷つかないとか幸せな空間。まあ、鈴代さんがね、嫌だったらあれなんですけど、でも、あ、やっぱ愛されて育ったなっていう表情をされるんですよ。それがやっぱ魅力的だし、今回本当に裸のねね。 本当にもう名言ですけども、裸のネネ、ね、二章維新の作品に出てきそうな名前、ね、えー、どうも、えー、直江津高校、裸のネネです、みたいな感じの、まあ、名前だったんですけど、あれもすごく良かった。あの無表情を、やっぱり、舞浜アンフィシアターで、回りながらできる、回りながらの表情を我々は見れるっていうのは、やっぱ、異空間だからこそ、うん、イベントだからこそ、あの時間を共有できたんじゃないかな、なんて思いますし、 うん。良かったと思いますね。うん。で、えー、高尾さん、えー。相変わらずですね。やっぱあの、ためラジっていうラジオにもゲストで来ていただいたんですけど、やっぱね、若い、まだ19歳ですか。19歳の女の子がずっとダジャレを言うんですよ。 もう最高でしょこれはもう姪っ子として見た時にも最高。もう頭、わしゃわしゃわしゃってやってみたいというかね。まあ、高尾さんにはしないけど、それぐらいやっぱり癒されるというか本当に。えー、高尾さんやっぱもうね、その、なんていうのさ、品が出てるので、体から上品なので、うん、なんかやっぱ、うん、いるだけで、うん、この場の空気が少しね、えー、和むというか、マイナスイオンが出てるような雰囲気さすがだなぁと思いましたね。うん。 で、調査以来のお二人、えー、富田さんと前田さんも、やっぱりですね、もう達者と言いますかね。うん、やっぱでも歌も良かったしね、本当に。なんか歌は、あのお二人は、 えー、こうやって歌も初めてって言ってましもう仲もいいのにねっていうので。いや、だから面白い。いや、これを機にね、なんか二人がユニットとかでデビューしてくれたら非常に面白いのになというか。うん。やっぱりあの、あと、あざのね、前田さんとかもう劇的に良かったですよ。ほんとすいません。ぬいぐるみ向井ってい名前つけていただいてね。いや、俺がね、いや、俺の名前書いって言いたかったんですけど、どっかで、これパンサー向井だったらどうしようとちょっと思って、えー、ちょっとね、アクセルを踏めなかったっていうのがある。申し訳ない。 こればっかは申し訳ないんですけど。でもやっぱりあの、トータルでずっとあざかをしっかり前田さんが演じられてて。そう、あれってね、しっかり可愛いし。で、あの、エチュードのシーンもあったじゃないですか。エチュードのシーンにおいてもやっぱりね、可愛いし面白かったの。あれ本当にね、もっと、 うん。票入るかなと思ってたぐらい、僕は調査以来やっぱさすがだなと思いましたね。うん。やっぱ、きっちり、しっかり、うん。あのー、自分の足で立ってるっていう二人が、えー、ちゃんとスクラムを組んでる感じ、えー、しましたね。さすがだなと思いました。うん。で、えー、まあ花井さんとね、その相沢さんのやつも、まあ、まあまあね、女子高生は最高だぜ。やっぱいいですね。二人の、ちょっとね、ホテルで一緒に寝たみたいな話から。 あらーってなったんですけど。まあまあ、それはね、MC が言うことじゃないからと思った。やっぱいいですね、ああいう二人は。うん。で、えー、いや、ファイルーズさんね。うん。まあ、あざかわではさっきも言ったけど、逆転裁判の、俺の知らない逆転裁判のキャラクターをやってたんだとは思うんですけど。うん、やっぱりあの、とか、やっぱファイルーズさんってやっぱ、オンリーワンなんですよ。もう、あの、どこに立ってもファイルーズ愛なんですよね。うん。で、これが、すごい、 ことで、やっぱり、立つだけで自分自身を表現できる人って、役者とかだけじゃなく、トータルでそんなにいなくて。で、そういう意味のファイルーズさんというのはやっぱ、あ、すごいなって。うてん、うん、10年後、その、うん、ファイルーズ愛という名前が日本を席巻するんじゃないかっていうシンプルな、えー、思いはあったなと思いますね。うん、で、やっぱそんな中で歌もかっこいいしね。 可愛い歌とか、うん、それこそ鈴崎さん言われてたけど、やっぱ押しぶどうの、うん、桃色片思いをカバーしてるところとか、ああいう可愛い歌もたいのに、こうやってしっかりロックテイスト、まあ、特にライブはかっこよかったね。うん、あれを生で聴ける。肌でバチ,バチバチバチっとね、その音を感じることができるっていうのはやっぱ有観客の良さで。で、それを歌い上げたファイルズさんっていうのはやっぱ素晴らしいなと、えー、僕は思いましたね。うん。 で、ポンポコポンのメンバーも、え良、ー、かったですね。駒形さん。えー、駒形さん、土屋さん、えー、そうですね。さっき言った磯部さんですけども。うん、土屋さんもね、なんか本当にあの、なんて言うんでしょう。人がいいんだろうな、優しいんだろうなと思いました。本当に。うん、もう、一個一個の所作でわかるんですよね。こういうのって。あの、品が悪いっていうのはあんまわかんないけど、品がいいっていうのは出てしまうから。 それってまあ育ちがいいというかまあそういうことなんですけど、やっぱね、その人間性が一個一個に出てたんだ。だからやっぱポンポコポンのメンバーはね、みんなそうなんだと思う。で、駒形さんもね、すごい楽しそうにされてて、本当にあざ川でね、えー、荷が降りたよことをずっとね、安堵したように喋ってましたけど、まあそこも非常に良かったんじゃないですかね。うん。えー、伊藤さんと、はい、村上さん、えー、最近好きになりましたもん。 うん。やっぱあの、僕は一番本当にいろいろ考えて一番面白かったのは僕はあの村上さんのエチュードでやった好きだ、好きだのところが僕は一番良かったです。で、ちょうどその時に、えー、わ崎さんがこれ長,長編コントとしてみたら面白いなって言われたんで、えー、俺もちょうどそう思ったんですと思いながら。 見てました。本当にね、あの、村上さんって本当に、あの、スルメというか、噛めば噛むほどどんどん面白くなるタイプの人なんだと思って、えー、すごく収穫というか、ああなんかすごくずっと見ておきたい。で、見れば見るほど、すごく村上さんを面白くて、愛おしくなっていくんじゃないかなと思いましたね。うん。そして、それをまあ、プロデュースしている伊藤さんもさすがでしたね。うん、やっぱりね、伊藤さんの、えー、魅力っていうのはもう当然、今までもそのね、ずっといろんなコンテンツで培った、えー、経験値っていうのと、 まあやっぱりっまりすよねうんやっぱり今日もトークでパッとね、本当に、えー、ペットで散歩してたらっていう話があったんですけど、まあ、あれなんてもう、むちゃくちゃ面白いこと言ってるからね。うん。で、僕はやっぱ一番、じゃあこのトータルで何が印象に残ったって言ったらやっぱそれかなと思うんですね。インターネットラジオステーションの番組でエピソード、お話が一番印象に残るって、本当に最高じゃないかなと思ってるんですよ。なんか、 すごくないですか俺はね、超、すげえと思ったんですよ、実は。本当に。あれを、えー、実は最後のエンディングで何言おうかなとか、いろいろ考えてたんですけど、まあまあ、最終的にまあ、俺が語る場でもないかと思ったんで、まあ、下げたんですけど、なんか僕はね、すごくね、あの、伊藤さんの話、要は、お話が僕のこの6時間半の1個の、えエピソードとして最高の印象になったって、 すごくラジオやんと思ったんですよ、僕は個人的に。なんかすごくそれが、うん、印象的で、やっぱ、演者って役者さんって、なんかすごいなというか、勉強させられ、勉強させてもらったと言いますかね。うん。なんかもう単純に良かったなと。だから、まあそういう意味でやっぱ、あの、乾杯のお二人、もうこれも良かった。 単位はやっぱあの、生演奏とか、ね、ずっとあの、ギターを練習されてるとか、なかなか大変だと思うんですよ。わかってるんです。わかってるんですけども、それをやっぱさらっとね、うん、やって、かっこよく、そして、えー、苦労してませんよ感が出せる、あの二人の、やっぱ持ってる、そういう、うん、破棄というか、オーラというかね、 うん。なんか、さすがだなぁと。でも、緊張すると思いますよ。出番で。今まで出てないなんか急にね、曲3曲やらなきゃいけない。でも、そんなの、全く思わせない、やっぱ、かっこよさがそこに存在してたんで。うん、やっぱ、温泉っていろんな、うん、コンテンツ持ってんなと思いましたね。やっぱ、すごいなと思いました。うん。で、えー、あとは、えー、白川さん。ね、えー、あとは、ココさんね。うん。 いや、これもね、面白かったんですよ。はい。あのー、やっぱ二人が、やっぱ無邪気にやってる感じ。まあ一番若いっていうのもありますけどね。もうそんな中でもやっぱ、うん、少し大人びた、えー、表現みたいなところもあったりして。なんか、上手であって、それでもやっぱ10代のあどけなさみたいなのも持ってるっていうのが、そのなんか、成長のタイミングじゃないですか。それを見れるって。あ、ここすごい大人びてるな。ここ子供っぽいな。 で僕は思ったんですけどそれってなんかすげえ素敵な瞬間に立ち会えたんだなっていうだからこの本当に今楽しくて多幸感の一個はそれもあるという うん、なんか本当にこのメンバーで良かったな、なんて思いながらね、見させていただいたんですけども。うん。で、まあ、あとは、まあね、そういう意味じゃ、うーん、バトってダイナソーのお二人には出ていただきたいもっと楽しかったと思うんですよね。で、まあ、早くどっかでね、リベンジしていただきたいなと思うんです。これ,、まあ、こればっか運ですし、あれですけども、本当になんか、うん、小泉さんもおられて、まあ、小泉さんが少しやっぱ寂しそうな表情もされてたなっていうのが、まあ、すごく印象的なんですけども。でも本当にまあ、えー、絶対すぐ またね、こういう形で何かイベントもやるようになるでしょうし、その時にまた、あの時の、ね、ちょっと雪辱戦だって、私だったら絶対に、えー、100万取ってたよって言ってくれそうなお二人じゃないですか。それをバトって、えー、ダイナソーの中に入れ込める、実力があるお二人ですから、そう考えると、やっぱりそことかもいいかな、なんて、うん、思っちゃうな、という感じですかね。うーん、なんか、 とにかく、良かったなっていう。うん、そこはね。で、まあ、あの、ね、笹森。はい、集まれ笹森なんですけど。はい、えーまあ良かったですよね。本当に、豚っ鼻もしましたし。で、本当にあのー、須崎さんがね、あの、迷われてたって言ってて、ね、えー、伊藤さん、えー、村上さんの最好きと、ファイアイと、迷ってたって言ってて、俺もでも、あ、俺も迷ってたなと思って。 えー、集まれ笹森の集まれの後ビびっくりマークつけるかつけないかで迷ってたなーっていうことを言おうとしたけど、それ言わないよな、普通 MC は <laughs> と思って言わなかったんですけど。うん。まあでも、やっぱりさすがですよ。やっぱね、あのー、もっと森屋さんのあの、あざ川のの 強化されるべきなんですよ。なぜあれがすごいかって、ブレてないからなんですやっぱり全体的に皆さんも達者だし面白いから、やっぱりしっかり笑いを取る。でも、あざ選手権っていうこのテーマにおいて、やっぱりブレなかったんですよ、森江さんって。うん、そして、笹原さんもそうなんです。それがやっぱりね、優勝につながったんじゃないかと、個人的に思ってます。非常に、うん、コンセプトが細かいところまでしっかりあるし、うん、なんか、だからこそ、僕はね、すごく、 えー、引かれたというか、本当に、うん、あのー、その一角獣のね、えー、角でも完全にハートを射抜かれたなと思ってます。まあ、即死ですけど、うん、でも良かったなと思いましたね。うん、あいや、本当に、まあ、優勝した4番組本当におめでたいなと思いますけれども。さあ、これで、えー、比較的、あれかな、演者さんは喋ったのかな。 うん、えぇ、ー、下野さん、温泉キングですね。本当にやっぱりあの、いるだけで。で、あ、そこまでやっぱ売れてて、ね、で、この後ももう仕事があるっていう中来てくれて、えー、そんな中でやっぱサービス精神はもう旺盛なんですよね。あれぐらいやっぱサービス精神を持ってる人がキングにいるっていう、そういう意味じゃ温泉という国が、やっぱあのキングありきで、やっぱ、えー、みんないろんなことをやってるんじゃないかと思わせてくれる、やっぱ下野さんの心の広さっていうのは僕はすごく、えー、やっぱ、信長さん ののその選択は間違っっっっててななかたたんだとと個人的にずっと思ってました、ね、やっぱいるだけで、えー、楽しいんですよ。リアクション取ってくれてんすよ。全部の話とか後輩の話とかを。うん、それがね、やっぱ優しい方だなとやっぱ王であるべき素質の方、資質の方だなと思いましたね。うん。で、そういう意味じゃシークレットゲストで檜山さん。いや、面白かったね。クラッシュ2回でえる、ー。かっこよいっすよ。やっぱで、ああいう仕事って、うん、なんだろう。 最高にかっこいいんですよね。例えば、あの、ゆうたろう、えー、石原ゆうじろさんのモノマネやってる方が、もうゆうたろうこうやって、1分出て仕事から帰る。かっこいいじゃないですか。やっぱ、プロってそういうことで、短い時間だけ、えー、求められたことをちゃんと100%で返すっていうことができるかどうか。うん。要は、打席数が少ないんですよ。そういう意味じゃ、やっぱりヒ山さんは今回、2打席しかないんです。 クラッシュって2回言うだけなんです。それでしっかり来て、やっぱ盛り上げて、ね、えー、今日一の盛り上げってなって、それで、じゃあねって言って帰っていく様って、やっぱこういう大人になりたいなと思いましたね。うん、さすがでした。はい。で、えー、は、しざきさん、藤田さん。うん、やっぱもう、さすがですね、もう本当にまあ、温泉系の、えー、そこ MC といえばこのお二人になるんじゃないかなと思いますし。うん、やっぱね、すごい、あのね、 いいんですよね。あのバランスって何なんだろうな。うん。おそらく僕は誰とも、あの、足先、藤田ラインのバランスっていうのは出せないんだろうなと思うぐらい。まあ、二人がまあ、信頼関係っていうのもあるのかな。すごかったね。やっぱ改めて、あの、特に、えー、お客さんとして、浅川選手権の時は審査員でお客さんの席にいたからこそ、 二人の凄さが、うん、はっきりと見えたというか。うん、やっぱ、わしさきさんその時間のキープとかものすごいうまいし。で、しっかりやっぱりね、さっと、ね早いんですよね。落とす言葉言うタイミング。いや、すごいなと。あ、すごい。このタイミングで言うるんで、しかもやっぱ客席だからこそ思える速さというか、は だから、自分が立ってたらどうしようなんてことよりも、あ、そんなことよりもダイレクトに、うわ、早すげえって思ったというか。うん、まあまあ、やっぱこうやって、ちゃんと刺激受けることなんて、MC においてほとんどないので、なんか、あの、一緒にならないじゃないですか。MC って一人でいいから。そういう意味で、なんかやっぱすごくいい刺激受けたし、やっぱりさすがだなと、うん、松崎さん、藤田さんの、うん、う,んうん、形っていうのは素晴らしいなと、うん、僕は思いました。えー、ありがたい。勉強させていただきました。で、えー、鈴崎さん。 やっぱね、もう改めてすごいスターだなと思いました。まあまあ本当に役者としても当然能力高い方ですし、やっぱりね、でも、芯捉えるんですよ。マジで短い時間ですごく芯を捉えたコメントとすごく芯を捉えた質問されるんですよね。俺はね、今日だから本当に、うわ、鈴木さんが横にいてくれるってこんなに安心するんだっていうのを、うん、今まででも経験してたけど、今回特に思いましたね。 うん。で、それってやっぱね、テレビナイズというか、テレビスターなんですよ。結局、その、短い時間でちゃんと、その、表現できるっていうことが、それがもう、その、宣伝的にできてるんだから、いやー、やっぱ、すげえな、鈴木さんと思いながら、うん、勉強させていただきましたね。うん。 いやー、本当に、まあ、ためらじのおかげで、まあ、南さんもそうですし、南さんも面白かった。いろんな面白いことがたくさんあったんですけど、ぜひ、アーカイブで見ていただいて。はい、えー、相沢さん、飯田さん、磯部さん、伊藤さん、くすのきさん、あ、くすのきさんですよ。また、くすのきさんも歌うまいですね。<laughs> すごいね。うん、で、やっぱり、あの、なんていうんですよ。やっぱ、胸を張ってるというか、やっぱり、一個一個がね、やっぱ、しっかりしてんすよ。ずっと。 と、スリーベース打ってる感じ。というか、やっぱすごい。スリーベースなんて打てるもんじゃないから、普通。っていうようなところもあったし、うん。あと、やっぱ、本当に、今考えりゃそうだったな、みたいなの。終わってね、須崎さんとちょっと喋ってたんですけど、あのー、匂い選手権ね、匂いソムリエの時に、 まだあったかいマグラーっていうのが、もしかしたら1位だったんじゃないかっていう話になったぐらい。やっぱりあの詩的な表現、そしてこれを短く言ってるあたりもね、非常に素晴らしかったなぁと、くすさん、さすがだの。うーん、ちょっとまたね、お仕事したいなぁなんて思いますけども。うん、えー、小泉さん、小川さん、駒形さん、笹原さん、佐藤さん、下野さん、平、えー、白川さん、鈴木さん、鈴代さん、高尾さん、土屋さん、えー、富田さん、 野村かな子さん、えー、花井さん、林さん、平田さん、ファイルーズさん、藤田さん、前田さん、南さん、村井さん、村上さん、森谷さん、わ崎さん、檜山さん、えー、お疲れ様でした。そして、えー、スタッフさんも全員、えー、そして来ていただいたお客さんも、あ皆さん、お疲れ様でした。はい、えー、興奮冷めやらぬまま、とにかく皆さん、素晴らしかったという、えー、こちら、温泉祭りの感想を喋らせていただきました。またよかったら、チャンネル登録や高評価、よろしくお願いします。 はい。ということで、えー、楽しかった。あー、たくさん見ていただけると嬉しいですね。これを。はい。ぜひ、アーカイブ見て、見ていただければと思います。ということで、本日は以上です。どうもありがとうございました。じゃあね、シャシャシャ。